パドック講義では、家畜用の小さな放牧場、運動場、競馬場での馬の下見所、本校で衝術、モーターレースなどにおける自動車の整備場所の意味、ドッグショーやキャットショーなど、品評会会場においての出陳者控え室、またはスペース、パドック第二次世界大戦中、ウィンストン・チャーチル首相のもとでのイギリスの戦争司令部、 マメカインドカリン族の複数の樹木やそれらから得られる、財前般。ビルマゴに由来。パドークとも。パドックとは、競馬の競争の前に競争場を見るための場所である。競馬場に設けられている、下見所とも言う。パドックは、現義では、馬小屋の近くに設けられた小さな放牧地を言う。競馬場のパドックは次の競争に出走する馬が、 馬まを整えた後、本馬場入場前に競走馬が周回する設備である。競走馬が数周回にわたって、休務員に惹かれてゆっくりと歩いて回り、ファンが観客席から馬体の状態などをじっくりと確認する。また、競走馬を落ち着かせることもパドック周回の重要な目的である。野球用語のダックアウトからの派生で、ダックアウトパドックというものがある。 競走馬の足元の地点から見ることができるガラス張りの座席のことであるなお、競馬以外の公営競技ではパドックという施設はないが、競輪の選手紹介、オートレースの思想や競艇の周回展示並びに、スタート展示は競馬のパドックに相当するような目的で行われている。本馬場,場入場前に競走馬を見せるため、周回できるようにした設備は、アメリカではパドックと呼ぶが、 イギリスではパレードリングという。イギリスのアスコット競馬場の場合、パレードリングとプレパレードリングが設置されている。ロイヤルアスコットなどのレースを除き、通常、競争場はレースの25分前にプレパレードリング、15分前にパレードリングに登場する。アスコット競馬場では12歳未満の子供は周辺への立ち入りが禁止されており、12歳から16歳。 までの子供は成人の同伴が必要である。地方競馬など規模の小さい競馬場ではパドックと本馬場はスタンド横の馬道でつながっているが中央競馬のような規模の大きい競馬場ではほとんどが地下馬道でつながれている。笠松競馬場のパドックは世界的にも珍しくコースのホームストレート内馬場側にパドックがある。本馬場に向かう前の最後の一周は 機種が起乗する。本馬場入場後は、軽く走って、ウォーミングアップを行い、そこで、馬の状態などを最終確認する。また、パドックの形状は、通例本馬場と同様に、直線と円弧を組み合わせた形となっているが、京都競馬場のように、ま円形のパドックを持つ、競馬場も存在する。周回方向に関しては、地方競馬の佐賀競馬場だけが、右回りとなっている、以外、 本馬場の周回方向とは関係なくすべて左回りになっている。1908年5月までの日本の競馬場ではパドック設置は義務ではなかった。1906年に開場した池上競馬場では開場時はパドックは設けられていなかったとも言うが、クラバと称する出場準備所で馬を観察することはできた。1九百七年に開場した目黒競馬場でも設立時には パドックはなく出走前の馬の引き回しは馬見どころ前で行っていたが1908年5月に馬政局長官通達で下見書の設置が義務付けられそれぞれの競馬場はメインスタンド裏などにパドックを設け同時に出走前の剣運動が義務になったオーストラリアやニュージーランドの競馬場ではマウンティングヤードというオーストラリアやニュージーランドの競馬場のマウンティングヤードは 他の地域とは異なり、スタンドとコースの中間に設けられる。競馬のパドックは意外と事故が発生しやすい場所である。馬が暴れて、騎手や、急務員が大怪我を負うことがあり、死亡事故が起きたことすらある。観客は馬を直接攻撃したりすることは、もちろんのこと、大声を上げたりカメラのフラッシュを浴びせるなど馬が驚くようなことはしてはならない。 1990年代以降は JRA の競馬場内のパドックを中心にフラッシュ撮影禁止と書かれた札を持った警備員が配置されている競馬場が増えた。これは1996年の秋華賞のパドックにおいてエアグルーブが大量のフラッシュを浴び激しい入れ込みを見せさらにレース中に骨折したことがきっかけである。ありがとうございます。